華やかな世界の裏で今年も100人近い選手が職を失った。若干20歳の若者が、実績ある大ベテランが首を宣告された。寂しいですけどね、当然寂しいんですけど、プロ野球戦力外通告、野球を続けたい諦めきれない男たちとその家族の物語。なぜこんな時にリストラされるのか。妻のお腹には新たな命が宿っていた。お腹に赤ちゃんおるから心配かけたらお腹にも影響するからね。悲劇は日本人最速158キロを出した男にも襲いかかった。苦しいとか辛いっていうより悔しかったですね。やっぱり自分はまだ150キロが投げられる。男の魂の叫びは届くのか。かつて破格の契約金1億5000万円を手にしながら活躍できなかった男、彼にはこんな言葉が浴びせられた。契約金泥棒、封印して忘れ去ってしまったような過去の記憶になってしまっているんですけど、首を宣告された男たちの運命の交差点。10月、家路につく男の足取りはこの日も重かった。パパ、はい、こんにちは。笑顔で迎えてくれた息子と妻。野球エリートだった男の境遇はこの半月前突然変わった。かつての職場の見えるこの住まいにもいつまで住めるかわからない。彼は今年福岡ソフトバンクホークスから戦力外通告を突きつけられた。的場直樹32歳。いろいろこれからどうしたらいいかとか、まあ、子供もいますし、まあ、もちろん嫁さんもいますし、ね、自分一人だけの問題じゃないんで。妻のお腹の中には来年1月に生まれる新たな命が宿っている。職を失った男に全てがのしかかっていた。的場は一時はプロ野球の世界で成功の座をつかみかけていた。だがそのチャンスを手にすることができなかった。高校大学と野球のエリート街道を歩いてきた的場。アマチュア球界ナンバーワンキャッチャーとしてその名を馳せ、日本代表にも選ばれた。そして1999年22歳の時に契約金1億円で福岡ダイエーに入団。自分が自信あるのはやっぱり守備面とはやっぱり肩なんで、どんどんそこをアピールしていきたいと思います。的場が入団した年、ダイエーにはチームを初の日本一へ導き、プロ5年目で大ブレイクした23歳の城島健二がいた。だが的場は城島に負けない自信があった。その城島さんが他の球団だったらとか全然考えてなかったですね。もうとにかくやってやるっていうか、レギュラーを取りに行くつもりでやってましたけど。しかし一つ年上の城島の存在はあまりにも大きな壁だった。圧倒的な長打力、
相手ランナーを震え上がらせる強肩。そんなスーパースターに的場が付け入る隙などどこにもなかった。だが入団7年目、的場に大きなチャンスが訪れる。城島のメジャーリーグマリナーズに移籍が決定。ついに開幕スタメンを勝ち取った。このポジションは絶対に渡さない。的場は必死のプレーを見せチームを懸命に引っ張った。だが致命的な弱点があった。打てない。打率は1割台。守りが重視されるキャッチャーとはいえあまりにも打てなかった。そしてプロ10年目の今年、二軍暮らしが続き一軍に上がることのないまま10月3日的場は戦力外を通告された。やっぱいきなりかかってくるんで、その日はやっぱまさかっていうか、まあ、頭がなんていうんですかね、空っぽっていうんですか、なんかよくわからない状態になりましたね、その時は。自分はまだやれる。的場はトライアウトを受ける決意をした。トライアウト、それはリストラされた選手たちに残された現役続行のラストチャンス。前を向いてやるしかないんで、新たな、まあ、未来というか、まあ、一緒にまあ切り開いていこうというそういう思いがありますね。妻沙耶香さんは夫の苦しい胸の内を誰よりも分かっていた。私たちはついていくことを願ってるんで、良きにしも悪きにしも前を向いていこうかなっていう思いは一緒です。はい、来年1月には新しい家族が増える。的場のギリギリの戦いが始まった。最速158キロ日本人記録を持つ男も戦力外に。そして阪神のあのスター選手も。最後の一勝負できる環境をね、欲しいですね。必死にあがいていた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。